おはようございます。速稼塾の久保です。今日は8月11日時間にして朝の4時40分でございます。以前の話なんですけども、3、4日前にですねエントリーポイントを設定しました。セルの部分とバイの部分ですよね。しばらくはレンジの方で進むよっていうことで言ったと思いますけども、今回ね110円の570を超えたらバイで入るよっていうエントリーポイントを設定したと思うんですよ。そして順調に値段を今上げてきて、今日まさにね110円の570に入ったところなんですよ。今日はそこをね合わせて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうぞ。はい、今まさにね110円の571で価格をつけております。こちらですよ、こちらね。でこことここと揃ってるわけなんですよ。ですんで、ちょっと自信がない方はここを抜けてから入ってもらってもいいと思いますけども、この陽線がですね上の方にすごい勢いで伸びてきましたよね。それまでは下の方に緩やかに下がってるのかなと思ったんですけども、どうもこれね、地道に倍の方に進んできたみたいです。うん、なるほどね。それでは4時間の方を見てみましょうか。4時間もね同じような感じに見えますよ、ね、ここの先端とここの先端を組み合わせるとこれゾーンができます。ですので110円の今ね571です。このゾーンに入りかけたところなんで、であとこの移動平均線のね3本の束が上の方に向かって開いてますよね。まあもっと早く倍に入れた方もいると思います。なぜならこれ N を繰り返してるからなんですよ。で私の場合はずっとちぐはぐだったんで、慎重論をとって110円の571を倍ポイントと設定しました。もっと慎重に行きたい方は110円の670を超えてから抜けたのを確認して倍で入ってもらってもいいかと思います。私は1時間以内に入ります。で1時間足の方に行きますね。110円の570、まあ570になってますね。571ほぼ一緒です。で昨日お話したように階段みたいにこういう風にね上がっていったところ覚えてます？このフォーメーションってたまーに出てくるんですよ。でここでは階段になってなくてなだらかな上昇角を取ってますけどもね、全体的に右肩上がりを実現してるっていうのは見て取れると思うんですよね。でどっかで倍に入らなければやっぱりね勝負になりません。でもっと早く入れた方とかラッキーですよね。こういうところで入れた方はすごく良かったと思います。私はそれまでの値動きっていうかねエントリーが中学だったんで慎重論を取ってやらなかったんですけども、まあそろそろ入ってもいいんじゃないかなっていうところですよね。上昇トレンドがしっかりとできてますので、これに乗っからない手はないかなっていうところですよね。もちろんリスクありますから、チークハグの後だったんで、ロットを落としながら行きます。本当にね、ここがね、高値ってこともあり得るんですよ。高値掴みしてゴーンとね、意味もなく落ちてくるってこともありますんでね、そこは慎重にならなければなりません。ただ私は1時間以内に入ろうかと思います。はい、というところでね、110円の570というエントリーポイントを設けて、ここを突き破って、そのぐらいまでの勢いがある場合だったら乗ってもいいかなと思いましたけども、そのぐらいの勢いありましたね。この後、110円が111円の方に向かっていくのか、570が高値掴みで終わってしまうのか、ここは見ものです。必ずロスカットライン、ロスカットラインはね、480ぐらいを設定して、そして倍でエントリーっていう形になるんじゃないかなと思いますね。うん、見ものです。それでは今週お楽しみに。いってらっしゃい。